こんにちは、黒田和義です。深尾太子さんです。こんにちは。はい。いつもよろしくお願いします。では、今日も、今日はですね、ビリーホリデーをやってほしいというリクエストもありまして、まあ、ビリーホリデーって言ったら何やろ、レフトアローンもそうかなと言いつつも、やっぱり何がいいかな、ドントエクスプレイを僕らが独断で選んでしまいましたが、はい。これはまた、ほぼほぼある黒田さん。ちょっと、根掘り葉掘りやっていきましょう。はい、そうですね。はい触ってほしくないあたりの はい男性はねみんないろいろこうちょっと心当たりある人もいるんじゃないですかなって思いますがこういう歌詞ちょいちょいあるからねあるね Do nothing till you hear from me みたいな あれもそうなんやそうそうあれもあの僕の口から聞くまではこの行動を起こすなっていうしかも僕の口から聞くことは一切ないからみたいな何を聞くんやみたいないやそういうことやな、まあ、似たようなことやこれとな同じような年の、うん、似てきたんちゃうかな。そうな。見てみようか。はい。ハッシュなおですが、これはハッシュっていうのは、シュってこと。ハッシュってこと。ハッシュな。もう、もう喋らんでええからっていう。うん。なんか言い訳をしようとしゃって。でなんかこの、うん、これはビリー・ホリデー自身のなんか、実話に基づいていて、あの私も本読んだけど、Lady Sings the Blues っていう本があって、うんうんうん、それによると、旦那さんが帰ってきて、で、こう、シャツにさ、口紅がついとったわけ、襟元に、うん、女の人の、うんうんうんで。それを見て、なんか言い訳をしようとすんねん、旦那さんが。あもうそれ聞いても呆れて、もうあの、はい、もうお風呂入っといて、言い訳はいいからって言ったね、Wash up, man, don't explain. それから来ていると言われている。なるほど。ハッシュなおか。まあ、もう言い訳すんなと。そうこれ、なんやろね、その、知らんと服脱いだら、あってなって言い訳したんかな。もう帰ってきた時点でこうついとったんじゃないの？そうなの。で、また私もこの前ライブで喋っててんけどさ、うん、周りを見回したら、あの、ミュージシャンの人は、最近はシャツ黒いやん？うんでもあの、この時代のさ、ジャズミュージシャンってさ、ジャケットこそ色黒いけど、多分シャツって白いやん。はあはあはあ、だからあの、目立つんよね。目立つんやんな。うん、でも今はあの、黒いシャツに口紅がついててもあんま見えへんからええけどやな。口紅ってあれなんかななんかこう、もうキスマークって感じじゃなくて、ちょっとこう、ちょろっとついてて、みたいな。わかんない。どういう風についてたのこういう状態なんやろね。だって。まあ、限らく、キスマーク、そうやな、どういう風についてたのかわからんけど、うん、その女の人の顔がこの辺にあったっていう事実が。事実がね。うん。いや、わかる。いや、こう、なんかこう、唇にこのボンついてたら、帰ってくるまで気づくやん、みたいな。違う、自分が気づくのは見えへん位置にあったってことや。そう。で、なんか、まあ、イメージ的には、僕らの勝手な話やけど、パッて帰ってきたら、嫁さんの顔がパッて曇ったと。ふっと見たら、はっ。で、この状態かな。多分そう。そこ、玄関先かなんか、ね、玄関先のあたり、ね。リビングに入ったらすぐのとこみたいな。はい。で、何時に帰ってきたの？何時に帰ってきたのな。その時間もよるんやろな。Just say you remain. うん。もうここにいるって言ってくれたらそれでええから。うんYou remain って、あんたが。remain っていう言葉をそんなによう使わないけど、you stay とか言うけどさ、でもこの explain と韻を踏みたいからな。remain, just say you remain. もうここにあの、もう家にちゃんといるからって言ってくれるだけでいいから。もう説明、言い訳いらんし。I'm glad you're back. 帰ってきてくれたのがもうそれで嬉しいから、もう説明せんといて。説明せんといてほしいと。こういうの、まあ、一番男の人ね、こう、響くよね、こういう。そうね、てか、ほんまは、カーって来てるくせに、みたいな。ああ、そう。I'm glad you're back では本当はないんだけど、でもそこでこう、うん、こうあの、こらえて。もうこういうの言われて一番怖って思うもんね。ちょっと、もう本当はちゃんと話し合いたい。本当はちょっと説明したいんだけど、うん、させてもらえない。うん、ちょっと言い訳させてほしいよね。そう。はい、じゃあ次 A の2番目いってみましょう。これも結構同じように Quiet っていうのハッシュナウと一緒でもう、うん、黙って静かにしなさいと。うん、Don't explain、うん、言い訳せんといて、はい、What is there to gain? これ explain と gain がまた英語を見て説明することに何の意味があんのってことやな。なあの gain っていうのは L、うん、
こう増えるっていう意味やもんね。うん、なんかそう、なんかを得る、そう、増えるね。何か得るものがあるっていうのを説明することで。うんうんうんね、Skip that list, lipstick. ここでちゃんと情景が出るわけな。うん、Don't explain が今までだったらなんで言ってんのかわからへんけど、ここに来て、うん、Skip that lipstick. だから、その口紅を、もうその話は予想みたいな、この無視しようって感じかな。うん、スキップしようってことやな。その口紅の、口紅のことについてはスキップしてしまおうってことね。そうそうそう。Don't explain. なるほど、うん。ここで口紅が出てくるわけですね。口紅がやっと出てくるわけですね。ハッシュっていうのは、クワイエットっていうのは、まあ、クワイエットって言うけど、ハッシュっていうのもよく使うの。普通に。ハッシュ。そうそうそう、ハッシュ、ハッシュ。ハッシュ、ね。C って感じ、日本字で言う。そうだね、C って感じ。ハッシュの C がなんかそんなみたいな。ああ、そういうことなんよね。はい。まあまあ、まあまあ、やっぱりね、怖い歌詞ですね。じゃあサビ行ってみましょう。いや、もう、でも言い訳させてもらえへんって感じ。言い訳させてもらえない。怖いな。You know that I love you. ここ、サビね。うん。うん。愛してるって知ってるでしょと。うん。And what love endures, endure っていうのは耐える、うん、耐える、うん。愛っていうものが何の、どんな、どういうものを乗り越えられるかっていうか、耐えることができるかっていうのも知ってるでしょ、うん、あこれ一個やな。You know that what I love, you know that I love you and what love endures.、うん、ここまでで one sentence。one sentence。愛がその耐えるっていうのがってことやな。知ってると。うん。だからこっちはその主語が愛になってんねんの。そうそうそう。Love が主語だね。うん、で、Endures が術、うん、これ、うん、動詞。愛があるからそれも耐えるっていうこともまあ分かってるでしょっていうことさ。そうそうそう。All my thoughts are of you。私も頭の中はあなたでいっぱい。うん。But all my, 私の考えっていうのはもう全部あなたに、ね、あなたのについて。あなたについてってことね。そうそうそう。For, この for っていうのはなぜならってことやな。うん、for, I'm so completely yours. あもう私はあなもう完全にあなたのものだからっていう風に。そう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 。うん、もう溺愛しているから。溺愛してる感じだよな。まあこれだからあれやな。ララバイオブワードランドの後に来てちょうどよかったんかな。どうやな。あれからこう落ちるんかなんかの。泣くでー言ってたところで、もう。ほんまに泣かされて。泣かされ、まあでも泣かへんところ。そうだ、結婚生活も結構試練に入ってきているよね。そうだよね。最初のラブラブ、ハネムーン期間を過ぎてね。はい。で ?3 年目みたいな。cry to hear folks chatter. これは cry to hear, cry, 泣くのは私で。うん。Hear folks chatter. Folks, みんななんか世の中の人たち、友達とか。あ、はいはい。のことが、chat, chit chat. ああ。めちゃくちゃ喋るのを聞いてはなく。まあ、要は、チャットってことやから、ね、皆さん。chatter, そうそうそう、チャット。そうそうそう。めちゃくちゃ喋るって感じの、folks っていうのは、人々みたいな感じだよね。そうそうそう。そうそう人々が、まあ、いろいろ喋るのを聞いて私が泣いてるとそうなんだよ、はい、And I know you cheat チートはまあね、うん、You cheat You cheat また悪いことしてるのしてねしてるでみたいなあもう言うてまうんやそう I know you cheat もう嘘ついてもあかんし言い訳してもあかんでって言ったなチートってもともとは、いたずらするとかっていう意味騙すとか。騙すとかそういう意味、うん、なんか、そうね、いたずらするもそうやし。うん、なんか、カンニングするみたいな、ちょっと裏で悪さするみたいな。あちょっと裏で悪さするみたいな、うん。チーティングって言うけど、動詞にもなる。チーティング。チーティング。あ、チート、だからこれ動詞だよ。You cheat。あ、チート、うん。チート。うん動詞なんやけど、チーティング。なんか子供らがゲームしてんのにさ、なんかちょっとズルする感じもチーティング。チーティング。うん、チーティング。うん。チーティング。平たく言うと浮気みたいな感じでやる。そうそうそう。裏、なんか僕の浮気してるのを知ってるよってことや。うん、そうね。うん。悪さしてるのを知ってるでと。で、
Right or wrong don't matter. うん。これ点がいらんやろ、知らんな。Right or wrong。まあ、待ってもいいけど、right or wrong don't matter。しかも、ちゃんと文法通りに言うと、right or wrong doesn't matter かもしれんけど、これは、口語的に、うんうんうん、it don't mean a thing が、本当は it doesn't mean a thing やけど、it don't、うん、いうのと一緒に。ああ、なるほど。So, it, right or wrong don't matter、うん。正しいの、もう、それがもう、あってようが、間違ってようが、もう関係ないと、そんなのはどうでもよくて、私が、ここにあなたがいてくれるだけでもええから、もうチーティングすることがいいことだとか悪いことだとか、もうそういう議論すらやめましょう。なるほど。まあ、理解のある嫁さんになろうとしているわけやな。なるほど。ほんまはそうじゃないけど。ほんまはメラメラしているかもしれない。そうか。こう、まあ、まあ、ここは一緒に、まあ、言わう。一緒にいてくれるときには、もう外でやってることが良かろうが悪かろうが関係ない。ここにいてくれること自体にフォーカスしてるから、うん、私。なるほどね。スイートっていうのは、あなたみたいな感じ。そう、あなたの名前、あなたを呼んでることやな。When you're with me, sweet, sweetie っていうの、honey って言ったのと一緒、darling と一緒やな。なるほど。まあまあ、佳境に行きましたけど、これは、ドラムでどう表現、まあ、ドラムで表現、もうドラムで顔で表現するしかないよね。一応、ブリッジはこう、盛り上がるところやな。Right here for sure. とか、この上の、You know that I love you and what love endures はすごい、言葉的にはストレートやな。うん、全力で愛してるって感じやもんな。うんでまあ、次のところは寂しい。ちょっとか細くなる感じ、うん。そうそうそう。もう辛い、泣く、もうちょっと辛いけど、一生ここにいてくれるだけでいいって思うようにしている。ここ盛り上げて、ここちょっとこうか細くなって、で、ここが一番ね、きつくなる。そう。もうベースなんかペダルって言ったりとかして。まあ、もう知ってんで、みたいな。でもまあ、もうあなたと一緒にいたら、ここもちょっとか細くなって、優しくなる。You're really sweet, そうやな。もうここで本当、一番辛いけど、でも、本音で、こう、まあええねん、もう、ほんまええねん、一緒にいてくれたらってなるからね。うん、なるほど、うん。素晴らしい。ここ、まあ、ドラマ的には、何かこう、効果音じゃなくて、こう、盛り上げどこやね、どこはね。そうやね。そうやね。歌的には、まあ、実際、こう、歌ってて、ここは熱くなって、ここはちょっとか細くなるんやろうけど、これをこう、うん、手前からぐわーって言ってあげると、歌は歌いやすいって感じかな。そうです、そうです。あります、ね、そういうの。はい。まあ、もうちょっと来てほしいみたいな時があると思う。A は、俺のイメージ的にはもう、こう、あもう、はい、凍りついてる感じやから、静かもうそーっと、いや、もう知らんで俺、みたいな感じにしといて、で、まあ、ここ B のとこはもうこの奥さんの言い分やから、そうですね、ガーッて盛り上げて下げて、ガーッて下げて、こう、葛藤を表現してあげる感じや。そうですね。はい。じゃあ最後のサビ、最後のリフレインってみましょう。一番最初のに戻ると。はい。Don't explain.ここが一番この曲のテーマやね。うん、You're my joy and pain.、うん、my goodness. もう喜びでもあるけど、お前って言っちゃった。あなたのおかげで人生も楽しくもあれば辛くもある。うん、ねえ、楽しいばっかりやったらええけどね。まあでも楽しいばっかってあんまり良くないみたいよ。いや、でもなんつうの、楽しい、辛いことを一緒に乗り越えるやったらええで。ああ、うん、あなたが辛いの存在になってほしくないよ、ね。ああ、そうか、それはあるな。そう、辛いことを一緒に乗り越える仲間であってほしい。こうちょっとね、ここちょっとダイレクトやん。ダイレクトで。Joy and pain. My joy であって、my pain やからね。my pain やからな。ひどいで。まあ、で、my life is yours. でも、私の人生はあなたのものだよ。ラブっていうのもこのスイートと同じような感じだね。Yeah, my love is yours, love.、うん、そうだね。love って結構よう言うよね。Don't explain って感じね。言い訳せんといてみたいな感じ。なんかこう、うん、ドメスティックバイオレンスじゃないけど、そういう系統もあったんじゃなかったっけな、うん。そういう旦那さんの暴力的な感じの、うん。なるほど、うん。まあ、でもまあ、最後は静かに。
だからまあ、イメージ的には、うん、こういうふうに歌詞を知ってると、ドラムの盛り上げどころ分かりますよ、みたいなところですよね。はい。そうだな。気をつけてください、黒田さん。はい。バレないように。シャツは黒っぽいやつで。せんかったらええやん、みたいな。いや、してません、してません。はい、ね、というわけで、非常に男性の時にはまあまあ怖い歌詞だと思いますが、そのこの盛り上げとことかね、その辺をぜひ理解してドラム叩いていただければと思います。本日は以上になります。深尾太鼓さんでした。ありがとうございます。